本日は元ボクシング WBA ミドル級王者であり、先日のボクシングミドル級王座統一戦では源田寺ゴロフキン選手と対戦し、真っ向から打ち合い激闘を演じた村田亮太選手が、6月19日那須川天心選手との大一番を控える武尊選手について気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。村田亮太選手は2012年に行われたロンドンオリンピックボクシングミドル級にて金メダルを獲得し、その後プロデビューを果たすと、プロ転向後から14戦目となる2017年9月アッサン・エンダム選手との再戦を7ラウンド TKO 勝利で飾り、 WBA 世界ミドル級王座に輝いております。オリンピック金メダリストが世界王座に輝くのは日本人初の快挙であり、さらにミドル級という中量級で日本人が王座に輝くのは竹原慎二選手以来21年ぶりの大快挙となっております。そんな日本ボクシング史上に名を刻むことが確実視されている村田亮太選手は、2021年7月自身の YouTube チャンネルにて K1 のレジェンド正俊武蔵氏とコラボ対談を行い、その中で K1 のカリスマ武尊選手が拳を痛めやすいという話題になり、武尊選手は結構パンチ振りますもんね、あの振り方したら角度的に痛めそうだなと思って、あんだけ振っちゃうと力が分散するんで骨が揃わないというか、どっかこねるかわかんないんですけど、あれだけ振ると確かに痛めるかなと。ボクサーって結構綺麗な打ち方するじゃないですか、関節のジョイントとか揃えてるんで痛めにくいのかなっていうのがあって、例えば内山隆さんみたいにジョイントがずれるような打ち方とか、拳を返す選手は結構拳を痛めたりするんでと語り、フック主体の武尊選手のパンチは角度やジョイントのズレから拳を痛めやすいのではないかと分析しております。さらに村田亮太選手は正俊からの、武尊は一回ボクシング習った方がいいかもねとの問いかけに対し、いや絶対にダメだと思います、ボクシングの綺麗な打ち方は習わない方がいいと思います、うちのジムに来るキックの選手、シルバーウルフの選手が来てて思うんですけど、やっぱ蹴るために重心を残してるんですよね、体重のかけ方とかもボクシングとキックでは全然違うんで、それを変にボクシングのトレーナーとかに教わり始めるといいところも消えちゃうんで、しかも彼の場合今調子いいじゃないですか、調子いい選手の場合あんまりいじらなくてもいいのかなと思って倒せちゃうしと語り、武尊選手のパンチの打ち方は拳を痛めやすいと指摘しつつも、ボクシングの綺麗な打ち方を学ぶことは進めず今のままでいいと語っております。そんな武尊選手は6月19日那須川天心選手との大一番を控えており、この武尊 VS 那須川天心についてファンの中では、格闘技あんまり見えひんけど那須川天心対武尊の試合は気になるな、最前列かなんか知らんけど300万もするらしい、2人とも好きやけど最近武尊がうつ病とパニック障害経験してること知って、武尊頑張ってほしいなって思った、那須川天心 VS 武尊の世紀の決戦、最前列チケットはなんと300万らしいです、高いですね、でもすぐ売れるんだろうな、那須川天心側が交渉力が強いだの臆病だの卑怯だの、仮にそうだとして、じゃあなんで今回天心側が発言力を持っているか考えた方がいいんじゃない、積み重ねじゃないの、武尊側は悪くないと思うよ、けど天心側も悪くない、那須川天心には神に愛されたのごとき恐るべき天賦の才があります、彼も素晴らしい選手ですよね、武尊には誰より勇気と誇りがあります、武尊が勝てば失われつつ武道の精神イコール武尊の生き様がフォーカスされ、格闘技の未来が輝く気がします。勝敗の予想はかなり困難な2人ですが、武尊の夢と勇気を信じたいなど様々な意見が飛び交い、盛り上がりを見せております。注目の集まる武尊 VS 那須川天心の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。